あ、待って、こっちから行けます？道なき道を行くことになるけれど。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。ということで早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクジュエーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、初めて、海外の人の村。リクエストがあったんですけど、海外の人の村に行ってみたいと思います。名前はビスタ村？ここちょい目ご希望。あ、ちょっと待って、お金持ってきてない。ちょっと待って。はい、下ろしてきます。はい、ということで気を取り直して気を取り直して次こそビスタ村に行きたいと思います。きっちり500ベルだけ下ろしてきた。いい、見せて。ええ、お任せくださいな。では意味をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでビスタ村に出発。ビスタ村に到着。なんかすごいぎっしり花。夢の世界へようこそ。あなたは今ビスタという村の実を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のビスタの世界をご堪能を遊ばせ。すごいね、めっちゃびっしり花やし、これはあれなのかな、水の上に花が浮いとるっていう感じなのかな。すごい。あ、そして着替えがちゃんと。ちなみにこのビスタ村は、外国の人が作った和風な村らしいです。ってことはあれやね。外国の人から見て、日本がどんな感じに見えとんかっていうのが、この村でわかるわけかしら。わかるわけかしら。え、なんかいっぱいあるな。いっぱいあるな。私靴拾わんかったっけ。ちょ、待って。あ、靴下か拾ったの。ってことは、これが男の子と女の子で分かれてるってことか。花柄の浴衣。ほうほうほう。じゃ、こっちは？ジンベ？じゃあ、私はちょっと花柄の浴衣で行きましょう。拾った靴下は？足袋かな？白ハイソックス？ハイソックスいるかな？じゃーん！ってことで、これで回ります。あ、めっちゃいい。超和風。超和風。ってことで、一軒目の家は、こっちだね。なんかこういうのいいよね。この地面のさ、なんていうん、石の間にみっちり草が。そしてこっちにもなんか階段が。あ、すごい、めっちゃいいやん。え、すごいね。なんかこう、え、外国の人っていうのは、なんやろ、何かを見て、なんかこういう和風な村とか作るやんかな。イメージ？お、プレゼントがある。なんか昔の時代劇とか、こんな時代劇ないかな。じゃ、手前の方もらいますね。はい、手前のは、恵方巻きや！やった！食いますか。むしゃ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 。あ、いいね、いいね。何がいいかわからんけど。多分きっと今私は、一言も発さずに、むしゃむしゃと食ったはずだから。はい、それじゃあ、キアさん、ハロー。どうもー。どうもー。あ、いいね、いいね、いいね。これ、周り、竹やぶに囲まれた感じ。はい、お邪魔します。建物もやっぱりきっちり和風な感じやね。おー。あ、これ普通に、あれか。和室でおばあちゃんがくつろいでそうな感じ。これは柏餅かなんかかな。あ、そして、あれやね、ちゃんとこう、キャラクターの写真も、これ源氏じゃない？ほら。ちゃんと和風な住人なんやね。1月21日生まれ、好きな言葉は春なれや、名もなき山の薄霞。これは実際にある、句？誰かが読んだ句？ちょっとわからないんだけど、よく。これいいよね。私めっちゃ好きなんやけど、この五重の塔の置物。
よきよき。かかってる曲は？劇演歌。ああ、なるほどね。チョイスもやっぱりきっちり演歌なんや。あ、ん？この浮かんでる、水槽に浮かんでるのは、カメ？スッポン？スッポンかな？カメ？でも、すごいね。ちゃんとめっちゃ細かいところまで和風な感じで統一してある。はい、左側の部屋は、あ、こっちはこっちで。キッチン？なるほど。ストーブの真ん前で犬が大丈夫？そんなに近くにいて。冬なんかな？季節的には。これは？これは？うな丼？ええー、美味しそう。めっちゃ美味しそう。いいなぁ。あ、そして料理を作ってくれているのね。ん？これは？あ、あっち側で、サンマを焼いてる。ええー、いいな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 。めっちゃ美味しそう。超美味しそう。で、ここで、まあ、座って食べると。新鮮なお野菜も使ってるね。家の周りの畑で採れたやつかな。畑があるんかどうか知らんけど。はい、そして奥の部屋へ。おー。あ、なるほどね。見て見て見て、タヌキの置物。あー、びっくりした、人おった。あ、なるほどね。盆栽をやってるの？盆栽が趣味なんですか？なんか結構若そうに見えるけど、意外やね。でも若い子でもやってみたら意外とハマったりとかするかも。結構ね、あれよね、お花とかって女の人したりするけど、盆栽もそんな変わったもんじゃないんじゃないかな。わからんけど。そして古い井戸と、あ、大きい岩が。なるほどね。そしてここに洗濯物。あ、ここで？ここでやるんすか？たぬきさん相手に。なるほどね。よろしくお願いします。いいね、いいね。はい、そして、右側の部屋へ。え、右側急に洋風や。ちょっとびっくりした。急にめっちゃ洋風になった。すごい。ここはなんか、社長室みたいな感じに見えるね。で、ここであれやろ？取引先の人と、打ち合わせみたいな。あ、ここにもワンちゃんおりやん。ワンちゃん2匹買ったんやね。そしてここで、まあ、ドカッとね、社長が座って話を聞く。この子は誰？ララミー。ここには置かれとる住民の写真も、まあ和風な感じではない。6月19日生まれ双子座。お、双子座一緒。好きな言葉は読書百遍、き、ん？ぎ？おのずから通ず。あれでぎって言うん。いいじゃない。どういうことなんやろ。わからない。難しいね。ララミー難しい言葉知ってる。ほい、そして、2階へ。あ、2階は和室やね。あ、すごい！見て見て、ちゃんとこの、ね、ガラスを利用して、この向こう側は、まあ、中庭みたいな、空中庭園みたいな感じになったんかな。あそこに置いてあるのは、ひまわりの絵。この辺の窓から見た景色をスケッチしよるって感じ。お、リッキー。あれかな、リス系住人好きやったりするんかな。そしてこうね。こういうとこさ、夏休みに孫がおばあちゃん家に遊びに来て、まあ、なんか、3DS いじってますみたいな。そしてここが、まあ、お客様が、布団を敷いて寝る場所。はい、そして地下へ。あ、地下には住人たちの写真がいっぱい。あ、リス系住人好きなんかなって思ったけど、あれなんや。リスとウサギだけなんやね、この村。へえ、なんでなんやろ。そこは別に和風とは関係なく、本人がリスとウサギが好きなんかな。そういう感じ？ほら、あっこに月もあるし。月といえば、ウサギやんね。なんかすごい幻想的な雰囲気。はい、それじゃあ、お邪魔しました。どうも、お邪魔しました。
さあ、そして2軒目の家に行きたい。2軒目だいぶ遠いな。だいぶ、あ、待って、こっちから行けます？道なき道を行くことになるけれど。あ、ここ通り抜けられるね。そして、道に出てきた。あ、ここか。あ、いいね、いいね。ちょっと行ったらもう海やん。どうも。アイさん。I hope you enjoy your dream. 私の夢を楽しんでいってね。まあ、この夢の村を楽しんでいってねっていうことやね。楽しんでいきます。お邪魔します。みんな住んでる家めっちゃ立派じゃない？あ、すごい、なんか。何ここ。え、なんなんやろ。温泉？え、違うかな？わからん。あ、わからんけど。ここは何ですかね？何の受付？レジも置いてある。とりあえず左へ。雑誌も置いてあるね。温泉であったんかな？温泉っていうか銭湯？あー、合ってる合ってる。ほら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 。こっちは何湯ですか？女の子？女湯かな？わからんけど、とりあえず、銭湯だわ。いいね、いいね。この村を作った村長さんは、あれなんかな？この、なんか、自分で日本に来て住んどったことがあるってことなんかな？どうなんやろ？普通に日本語ベラベラな感じ？でも一応キャラクターのセリフとかは英語なんよね。はい、奥の部屋へ。奥は？すごい！何これ？カラオケルーム？やばー！見て！なんか、銭湯から奥に行ったらカラオケルームになったんだけど。ほら、マイクあるし、ポップコーンと、下でカラオケ台やろ？すごー！こっちの人カラじゃないよ。かき氷頼んどるよ。今からの時期、いいね。で、この人は、雑誌を選んでると。いいな、いいな。カラオケいいな。そこ。はい、そして、右側の部屋へ。ああ、お寿司。和食屋さんですか、ここは。いいやん。あ、なるほどね。個室になっとんやね。いいやん、いいやん、いいやん。個室の部屋とかってめっちゃ好き。なんか友達とご飯とか行ったりしても、なんか、カフェでもね、半個室とかってあったりするけん。なんかそういうとこの方が落ち着いて話せるけんいいなって思うよ、私は。なんか広々とした場所で食べるのもいいけど、なんかちょっと気にするやん、周り。やっけん。待って、一番こっちが。お寿司ー！私はお寿司がいいです。あ、そしてこっちで焼きそば作りよりやん。よきよき。そう、結構ね、なんか和食屋さんとかでもこういうの置いとったりするよね。なんかちょっと合わんなと思いつつ見てしまう。はい、そして2階へ。あ、2階はお客さんが寝泊まりする部屋っていう感じやね。これ旅行の荷物？まあ、旅行かどうかはわからんけど。こんな感じで。いいね、いいね、いいね。まあ、なんか旅館とかって、こういう感じのテーブルと椅子よね。いや、布団いいわ。ベッドもいいけど、布団もいい。ほい、そして、地下へ。お、地下は、庭かな？あ、ここも盆栽がいっぱい置いてある。そして、日本の秋を彷彿とさせる、虫の鳴き声。良きかな。日本要素がギュッと詰まっとるね。はい、それじゃあお邪魔しましたんと、そして、あ、3軒目がラストかな。これちゃんとね、家の周りの花の色とかもすごい統一されとんよね。今、ももちがおったよ。もうザ和風って感じやね。あ、あれかな？最後、3軒目の家。みんな和風な感じの格好してて可愛いね。はい、最後の家。ミリーさんかな。
Hello, welcome to Vista. こんにちは、Vista 村へようこそ。お邪魔します。まあ、なんか簡単な英語使ってくれとるけん、多分小学生ぐらいでもわかるんじゃないかなと思うけど。はい、こんな感じで。ここは一体何なんやろ？両脇に白い、白い、あれは何やっけ？ユリかな？そしてこっちにはバラか。ピンクのバラ。はい、左の部屋へ。どこかへ続く道かな？あ！ここは八百屋さん？雑貨屋さん？みたいな感じの。お米かな、これ。ちょっとよくわからんけど、多分人気商品なんだろう。わからん。あ、もしかして、あ、この奥で魚をさばいてくれる？いいやん、いいやん。でもそういう感じの店には見えんけどな。何屋さんなんやろ。何でも屋さん？はい、そして奥の部屋へ。ここは？奥は、何なんやろ、ここ。何部屋？何気に洋風なんだか何なんだかよくわからない感じのものが。まここでなんか、あ、座布団の上とかも置けるん、コップ。マジで？あ、そういう感じなんや。へぇ、初めて知ったんやけど。なるほどね。何がなるほどねかはわからんけど。はい、そして、右側の部屋へ。あ、右側はなんかちょっとおしゃれな感じの、骨董品屋さんってことかな多分。なんかいろいろと壺が置かれ、この右下の壺何？これ初めて見たんだけど。何あれ、どうやってゲットするの？あ、修理しよる？壺の修理しよる、この人。へぇ、直してくれるんや、めっちゃいいやん。どんな感じで仕上がるんやろ？割れた後とか全然わからんなったりするんかな？プロや。はい、そして、2階へ。2階は、2階はここの住人さんの部屋かな？金魚、金魚、いいね。金魚かわいい。めっちゃかわいい。なんかこの雰囲気の中での、このコーヒーマシーンは結構なんか、最先端っていう感じよね。はい、そして、地下へ。お、地下は、あ、なるほど、なるほど。定食とかいろいろ食べさせてくれるってことやね。いいやん、いいやん。あ、お一人ですか？私も一人なんです。あ、ここは海鮮物を、あ、ラーメンやった。お刺身かと思った。海鮮物は全然出してくれないの？もうちょっとさ、ほら、イクラ丼とかいろいろ出してくれてもよろしくって。あ、こっちにもある。何の雑誌やろ、これ。誰かしらがイベントで訪ねとったんかな。はい、それじゃあお邪魔しました。なんかすごい、こう、やっぱり、私らは日本人やから、まあ、和といえば、和風な感じ、とかこんな感じってなんか思いついたりするけど、外国の人から見た、その、外国の人から見た日本らしさ、和風な感じっていうのは、この村ってことやろ？すげえな。とりあえず、なんか、ザ・和風って感じがギュッてされとって、めちゃくちゃ綺麗やった。そういえば木もね、桜やし。やっぱそこ、日本の国家やからってことかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、今までずっとね、日本人が考える和風
の村は結構行っとったけど、外国の人が考える日本らしさみたいなのを見るのってすごい新鮮で楽しいね。